I saw you in the waterfall. I saw you coming down a long, long way in your barrow.日本から飛行機で2時間半。初めての韓国、ソウルにやってきました。綺麗だな、韓国の街。ソウルの街並み、初めて。こんなでっかいお山があるなの、見て。うん、そう。おお、すごいね、これ、うん、なんか歴史的な建物とかさ、うん、ちょいちょいあって多分現代と歴史が融合したタウンや。あるね。韓国を代表する観光スポット、キョンボックン。1395年に作られた朝鮮王朝の王宮です。綺麗だね。見て、向こうに見える。山？山。うん。富岳山。山もなんかさ、このなんつうのデザインになってるよね。そう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 、すごいハマってるよね。ハマってる。韓服着てると入場料無料なんだって。あ、マジで？うん、そう。あ、だからさ、この周りでみんな韓服借りてたんだ。まあそういうわけでもないと思うけど。いや、列、あ、そっかそっか。思い出作りでしょ。あ、そっかそっか。入場料のために着てるわけ。だって絶対韓服の高いもんね。借りた方が高い。韓国最大の木造建築、クンチョンジョン。王の即位式などを行った王権を象徴する建物です。この石、なんだ。あ、これ？うん、いっぱい並んでるでしょ、スマート。この石なんだ。え、なんだろう。あれなんですよ、お墓。あ、うそ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 う。あの兵隊、亡くなった兵隊さん。お墓って。貧海石って言って、家臣たちが並ぶ場所を階級別に示したところ。ああ、確かに正三段とかさ。そうそうそう。あ、順二品みたいな。そう、二品。広いね、すごい。いや、王宮ってこんな広かったんだね。王宮だもん、広い。まあ、そうやね。キョンボックンには水上の故宮、キョンフェルなど国宝級の歴史的建造物が多数あります。1日2回、高架門で衛兵の交代式が行われます。たなびく旗に鮮やかな伝統衣装、朝鮮王朝の勇壮さを感じます。街角すごい。あ、確かに確かに。すごいね。うん、なんか私本当ね、ソウルの街の美しさに圧倒されてる。これ都心なんていう。緑が多い、とにかく。うん、この時期来てよかったね。この新緑の時期に来てよかったね。あ、本当に綺麗な街だ。でもね、秋もね、紅葉すごい綺麗だって。あ、そうなんだ。やっぱ寒い地域だから。紅葉は、美しい紅葉が街中にね、溢れかえるって。なんかこの辺にね、うん、
オニオンっていうカフェがあるらしくて、あ、なんかおすすめしてもらったやつ、そう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 、あれ、なんか見て、え、韓国の家っぽくない、ほら、あ、本当だ、こういうのね、ここじゃん、まさに、濃くなくて美味しいね。ブルーベリーが爽やかにしてるね。うん。あ、なんかこの通りすごいいい。なんか良くない？うん。ね、向こうに山も見えて。いやー、すごいな。韓国をこんな風に可愛く使ってるよ街中に素敵なカフェいっぱいあるね。ねえ、あ、またほら韓国ランドね、結構あるね。うん、あ、この辺、この先行くとさ、うん、ほら韓国村でしょ。そうなの。うん、キョンボックンから徒歩10分、伝統的な街並みが残る北村韓屋村、ずらりと並んだ韓屋の景観が美しいエリアです。昔の韓国ってこんな感じだったんだ。え、ちょっと待って、すごい、え、何ここ。しかも歩いてくる人たちが韓国の服着てるからいい、ね、タイムスリップ感あるね。そうだね、かわいい。この辺だってもともとさ、うん、韓国のちょっと身分高い人の家だったんでしょ。あ、そうなんだ、うん、いや、ここ入り込むね、世界に、うん、入り込む。あ、不思議な世界だね。北村最高的展望台だよ。すごいな、本当だ。いいね、気候が。気候がいい、うん、5月の韓国最高じゃん、ね、爽やかだね。爽やか。この先まっすぐ行くとインサンドンか。インサンドン、なんか楽しげな通りだね、ここ。うん、なんかランタンがあるからよりそう感じる。本当だね、なんかいいね、カラフルで面白い。伝統小物のショッピングや韓国式ティータイムが楽しめるエリア、インサドン。美術品が集まる骨董の街でもあります。牡蠣がね、すっごく可愛いの。ここにお花止めて、うん、だからあの、こういう風になる。え、可愛いね。すごい可愛い。これ見て、ね、ほら、本当だ、なんかクニャーってなってて、すごい可愛い。これ買うでしょ、まいちゃん。え、買う俺はわかる。え、これ久しぶりにマイバル地球堂に出そうかなってえ、震えてんの。可愛さに震えてる。違う違う、武者震いだから武者震いだよ。どういう武者震いなんかこう、いいものにこう出会ったっていう武者震い。武者震いだよ、これyou
すごい。これはプルコギ。プルコギ。うわうまそう。これどうやって食うの？目から肉汁が出るかと思った。あ、涙じゃなくて、うん、牛丼っぽい感じかなって。この感じ見た目、うん、プルコギなんすわ。プルコギだ、うん、そんなの本当嫌いな人いないだろうって味だね。うまいね。あ、この汁、つゆだくにしよう。つゆだくに。チーズハンバーグみたいな、うん、食べ物なのかな。韓国料理でやばい、美味しいな。めっちゃいそうだね。熱いの？肉汁が、うん、溢れすぎて、うん、ゴクゴクゴクって飲んでた。美味しい。お、この辺も面白いじゃん。なんか歩いてるだけで楽しくなっちゃうね。いや、楽しいよ、ね、おしゃれで歩きながらもさ、うん、韓国らしさが出て、そうすごくいい、ね、いや、でもおしゃれ感やばいよ。デコポンだって。デコポン、うん、酸味と甘みのバランス絶妙じゃない？完全に 100% だね。そうだね、甘みと酸味のバランスが完璧だよね。それ今俺が言ったやつ。あれ、この間どうした？俺が言ったやつパクった。編集で俺が言ったやつ切ろうとしたでしょ。チーズタイムだって。面白い。チーズ作ってんのかな。入ろうか。半端ない。余韻、余韻、チーズの余韻、まろやかな余韻がずっと続いてる。めっちゃ濃厚、うん、ここの、うん、このさ、カフェすごくない？全部この村のカフェのそうだね、レベルすごい。韓国のカフェ文化すごいね、うん、めちゃめちゃ内装も凝ってるよね、うん、でも雰囲気だけじゃなくて味もすごい美味しい、ね、濃厚で、ね、うん、カフェ好きにはさ、たまらなくない？このエリア、すごいおしゃれなカフェがめちゃめちゃ集まってるね、うん、すごい美味しい。ホテルはインサドンエリアに取りました。キョンボックンや韓屋村が徒歩圏内で便利です。ここ地下鉄の駅、そう、こっから多分行けるんだよね。あの半岸まで、半岸まで、うん、行けるかな。SIM カード買ったらついてきた T マネーで改札突破できるはず。ムドゥル駅から歩いて10分、ハンガンに浮かぶ島ムドゥル島にやってきました。眩しい。綺麗だね。みんなこういうとこでさ、ピクニックしてご飯食いながら夕日見るんだ。あ、チキン食べたい。チキン忘れた。
え、ここで毎日夕日を見るためにいっぱい人が集まってるんだね。だって今日平日だもんね。ねえ、なんかいいね。いい。ソウル最大の繁華街ミョンドン、ショッピングや食事客で夜も賑やかなエリアです。煙大丈夫？いい感じだと思う。とんでもないマサイ。ほのかに甘みあって、めちゃめちゃ肉美味しいし、このタレ抜群に美味しい。ごまだれネギ。ネギ。このめちゃめちゃ美味しいこの焼肉。とんでもないの。うわ、ニンニク。ニンニクと一緒に。肉食うとマジやばい。うん、やばいっしょ。めっちゃうまいな。このさ、肉の下味もさ、結構甘め、甘口でつけてあってさ、でタレが、タレもちょっと甘口のごまだれ。焼肉ってこんな美味しいよね。今まで自分が知ってた焼肉と全然違った。この焼肉屋、日本にあったら派遣取れるよね。派遣取れる。マジで美味しくてびっくりした。韓国旅行2日目、朝からオープンしているチゲのお店にやってきました。お、すごい。めっちゃグツグツいってるね。やばいじゃん、念願の韓国でのスンドゥブチゲ。スンドゥブチゲすごい好きで、うん、食べたかったの。食べたかったね。まだ暑いんじゃない。辛いけどさ、丸みあるよね。丸みある。どんどん進んじゃう。止まらなくなる。そうそう、止まらなくなるし。でもやっぱ本場は結構辛いけどさ、米と一緒に食うと結構マイルドになるから美味しい。うまいな。あ、ここなんだ。あ、本当駅前だね。ね。ソウルで最も人気のある市場、カンジャンシジャン。韓国グルメが集まる総合市場であり、屋台グルメがネットフリックスで取り上げられたことでも有名です。トッポキ初めて食べる。俺も食ったことない、ね。お餅みたいにもちもちしてる、うん、味にピリ辛のタレでめちゃめちゃ美味しい。
食べる。え、だからあのユッケじゃない？ユッケ向かってんの？わかんない、ちょっと迷ってる。ここだ、ここ府中ユッケ。市場のユッケ通りに軒を連ねるプチョンユッケ。ミシュラン掲載の人気ユッケ専門店です。肉がものすごい新鮮で弾力あって、めっちゃめちゃ美味しい。過去最高の一品。梨と一緒に行くとね、この梨の豆もこうあってうまいよ。え、梨と食べるの？うん、これ梨なんだ、うん、いただきます。もう目玉あるわ、ね、ちょっと爽やかさ。そうそうそう、もうめっちゃ美味しいね。はい、これね、レバー一色にもできるらしい。あ、そうなんだ、うん、ルビーの輝き。味の深みとまろやかさ、段違いの気がする。すっごい美味しい。おわ、これすごい。ただのドーナツじゃないよ、もち米ドーナツだ。もちもちしてんのじゃん。もちもちしてる。おー、すごく滑らかな舌触り。いや、でこれはすごい。こんなドーナツ食べたことない。やべえ、もう一個買えばよかった。これはすごいね。うん、美味しかったね。ねー、美味しかった。美味しかったし、そう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 。なんかあの屋台の雰囲気がすっごく良かったね。ちょっとお腹いっぱいになったな。お腹いっぱいになったし、なんか散歩でもする？いいよ、この辺ね。なんか見えてきた。この辺がトンデムンだ。これがトンデムンなの？そう、都市の中に堂々と立つトンデモン。600年前に築かれた城郭が今も人々を見守り続けています。ここで写真対決しようぜ。最高の舞台が今整った。いいよ。パクられるの嫌だからちょっとあっち行ってて。なんで？なんで？だってパクられたら嫌だもん。俺もう決まってるよ。めっちゃいいよ、先に。OK。 あ、やべえ、それやべえ。取れた？取れた。いいやん。うわ、景色すごい。後ろ振り返ってみね。なんか不思議な街に迷い込んじゃった感すごくない？うん、あ、この街好きだな。
完全住宅街やね、これ。すごい。あ、面白いな。やめなさい。あの下のパイ良くない？カフェかな？人がいるところ？そう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 。あ、コーヒーだって。エスプレッソバーって書いてあるよ。